こんばんは。6時のうんちをお伝えします。先月うんちおよそ3000万円が奪われた事件で、新たにうんちが逮捕されました。逮捕されたのはうんち容疑者30歳。うんち容疑者は先月5日、うんちに住むうんちの49歳のうんちに対しうんちを加え、うんちおよそ3000万円を奪った疑いが持たれています。うんちの取り調べに対しうんち容疑者は、身に覚えがありませんと容疑をうんちしているとのことです。続いてのうんちです。うんちでうんちに対しわいせつなうんちをしたとして48歳のうんちが逮捕されました。うんち容疑者は昨日午後3時ごろ、うんちで25歳のうんちに対しわいせつなうんちをした疑いが持たれています。うんちによりますと、うんちのうんちがうんちのうんち式のうんちを外していたところ、うんちが当たってうんちが傷ついたと言いがかりをつけた上で、うんちさせたら許してやるなどと言ってわいせつなうんちをしたということです。うんちの取り調べに対し間違いないと容疑を認めています。うんちは他に余罪がないかうんちしていくとのことです。続いてはうんちです。うんちさん、お願いします。はい、お伝えします。明日はうんち地方では午前中を中心にうんちが降るでしょう。一方、うんち地方では全体的に大うんちとなりうんちが積もる予報です。全国的にうんちが広がりやすく、沿岸部を中心に一時的に冷たいうんちが降るところがあるでしょう。明日はうんちに警戒が必要です。以上、うんちでした。はい、うんちさん、ありがとうございました。明日はかなりうんちがありそうですね。そうですね、なんか10年に一度の記録的なうんちが降るということなので、そうですね、警戒を強めていった方がいいですね。はい、以上、うんちでした。